はい、それではあの時間になりましたので、始めたいと思います。本日はですね、この日本記者クラブにとって大変親しみのある方で、大変重要な方を記者会見を開きます。Is our guest today, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. At this Japan National Press Club, he has, well, this is his eighth press conference. Seven times before, he has given a press conference when he was UN High Commissioner for Refugees. And of course, after assuming the position of Secretary General, this is the first time that he's here in Japan. Eight times press conferences has been delivered. Of the important foreign dignitaries, I think he has the record number of press conferences he has given here. Now, Mr. Guterres, his bio, I'm sure all of you are very familiar with, so I will do away with explaining the bio. So without further ado, allow me to ask Mr. Guterres to give initial remarks, and then we will be taking questions.申し遅れましたけど、私は今日の司会役の共同通信部の杉田でございます。よろしくお願いいたします。それではグテレスさんお願いします。Mr. Guterres, please.Thank you very much. It's indeed a great pleasure to be back here in the National Press Club. And this time, as Secretary General of the United Nations, I really want to pay tribute to Japan as a pillar of our global multilateral system. Japan has played a very important role in making sure people understand that only global answers can solve global problems. And Japan's leadership in climate change日本が気候変動で指導力を発揮されているということ、まあ、京都議定書というのは京都でできたものですよね。Agenda 2030, the Sustainable Development Goals, the struggle for a fair globalization, フェアなそのグローバル化を進めるということ、それから人間の安全保障、あるいは人道法援助法ということ、そして世界中で人権を擁護するということ、日本が平和派と、それから軍縮と、そして安全保障にコミットされているということ、そしてリーダーシップを多国間主義の分野にも発揮されているということ、国連事務総長としてはこれを認識し、そして敬意を払いたいと思います。日本政府、そして日本の国民がいかに努力をされているかということに関して、そして同時に強い支持を日本から国連にいただいていること、財務面での支援だけではなく政治的な支援もいただいております。国連のさまざまな活動において紛争を予防する、防止するということ、そしてさらに我々は持続可能な開発、そして持続する平和派を打ち立てるということ、それから日本が提唱された人間の安全保障というのは非常に重要重要な手段であります。さまざまな異なる活動を一体化して効果的な防止予防策を取る、そして人権を守っていくということが可能になっております、ね、安倍総理と今日意見交換させていただきました。国際情勢のさまざまな側面をカバーしましたけれども、とりわけ焦点を当てたのが北朝鮮でありました。私が申し上げたいのは、私の立場はもう明確であります。もう不可欠である、あらゆる国連安保理の決議を実施しなければならない。まず第一義的に北朝鮮が実施しなければならない、そして全ての国がやはり義務として実施しなければならないということです。これは安保理の決議なのですから、その目的というのは朝鮮半島の非核化であります。そして極めて重要なことは、やはり安全安保理の結束をやはり維持していかなければならない。これは決議の実行だけではなく外交的な努力にもつながるからであります。平和に物事を解決していくことにもつながるからであります。あまりにもコントロールできないような状況になることは避けたいということ、誤解、誤認、そして誤った計算によって意図しないのに知らず知らずして戦争になってしまうということは絶対避けなければなりません。明日もこの安保理で議論が行われることになっております。でこれはもう明確に散らしております。すべての安保理への決議は絶対に履行されなければならないということ、そして朝鮮半島の非核化というのはやはり国際社会にとっても欠かせない目標だということです。ありがとうございました。さあ、それでは質疑応答に移りたいと思いますけれども、 Let's just move on to Q&A. まずですね、私の方から一問だけ、allow me to ask the initial question.
事務総長がお触れになられた said, ノースコリア、北朝鮮についてですね、フェルトマンあの事務次長が Mr. Feldman, UN Undersecretary General for Political Affairs, visited Pyongyang, had talks with the North Korean side. この事務次長の平壌訪問を His visit to North Korea, グレスさんはどのようにその結果をですね、Do you look at the outcome of that meeting? それからあとこのフェルトマンさんの訪問が今後のですね、北朝鮮問題の、まあ、対話による解決、resolution through dialogue というゴールに向かってですね、どういう意味を持つかというふうに考えるでしょうか。 The implication, the impact of Mr. Feldman's visit to North Korea? As you know,外交安全保障の外交においてはすぐに結果を図るのは難しい。どんなイニシアチブでもそうです。やはり重要なのは伝えること、強いメッセージを伝えること。そしてそのメッセージは伝わりました、伝えました。安全保障理事会の決議が実施されなければいけないことだけではなくって、緊急性があると、緊急性を持って状況を整えると、意味のある対話の状況を整えて朝鮮半島の非核化を進めるというメッセージです。やはり重要なのは全ての当事者が理解をしなければいけない、いかに緊急性があるかということです。解決策をすぐに見つけて対立を避けると、対立をすれば悲劇的な結果を招く可能性があるからです。このメッセージは明確だったと思います。そのメッセージは伝えました。希望としましてはこれが前向きな貢献になって解決策が見つかるということを期待したいと思います。我々がいつも提唱してきた原則に基づいた解決策です。ただ当然ながらすぐに結果を図ることはできません。それは不可能です。このような安全保障の外交においては今日の問題を解決していかなければいけないのです。会場から質問を受けた、はい、じゃあどうぞ。 Thank you very much. Now we would like to open the floor for questions. Yes, please.時間も関係ありますので一問にお願いいたします。 In the interest of time, if you could limit to just one question.新聞 I have a question about 読売新聞のものです。私の質問はデイビッド・ケイ教授の人権理事会に対する報告書についてであります。ご承知のように日本では多くの批判があります。偏っていると、で一方向の見方しかしていない、日本の現実を反映していないといったような批判が日本では聞かれます。どう思われますか、この報告書について。国連の事務総長の立場からどう思われますか、そして批判に対してもどう思われますでしょうか。それに加えて envoy to Japan again? 日本にそのような特使を送られる予定はありますか。我々は独立性を持ったラポルタ報告者を人権理事会で活躍してもらう事務局あるいは事務総長からも独立しているということです。そして役目を果たしてくれる、そして全く独立性を持って報告をするということです。で各国政府がどのようにその報告書を扱うか、それはその政府に任されているということです。もう何十人ものラポルタ報告者がおりますけれども、で彼らは重要な貢献を議論にしてくれていると思います。で各国政府としてはもちろん権利があります。それらのその報告書をどう扱うか、批判をされてももちろん当然であります。ただ彼らは独立をした報告者であるということ、私がその成果物についてそれぞれ意見を言い始めますと、それは独立性が損なわれてしまうということになりますので控えます。じゃあそれではちょっと Next question, please. Please use the microphone.Tim Kelly from Reuters. ロイターズのティム・ケリーです。伺いたいのは、ジャーナリストがミャンマーで昨日逮捕されたケースです。2人のロイターズのジャーナリストが逮捕されました。これらの逮捕というのは一連の拘束の最近の一番最新の展開です。当局が拘束を続けているわけですけれども、懸念をされていらっしゃいますか。どういうふうにお考えでしょうか。マスコミの自由が損なわれていることについてどういうふうにお考えか教えてください。明らかに懸念です。マスコミの自由が削減されているということは懸念です。でも正直申し上げて、私が主に懸念をしているのは人権の違反です。劇的なものがミャンマーで起きています。60万人が
国を出なければならない状況になりました。まあ、このジャーナリストが逮捕されたのをそれを報道してたからなんでしょう。きっと自分たちが見たことをきっと報道してたからだと思います。この大きな人間の被害が起きている、悲劇が起きているわけで、国際社会としてはありとあらゆることをして、ただ単にジャーナリストの解放を求めるだけではなく、もちろんマスコミの自由は大事ですけれども、なぜ逮捕されたか、それは人道のニーズを提供しなければいけない、この暴動を減らして、そしてこの人たちが戻れるようにしていかなければいけないわけです。避難をした人たちがもともとのコミュニティに戻っていかなければいけない、それを実行していくことが私たちの関心です。次の質問はいかがでしょうか。Next question. 女性の方、2列目の Lady in the second row, and please hand overthe microphone. Momoko Kidera from Nikkei newspaper. Nikkei 新聞の木寺桃子候補です。私の質問は北朝鮮に関するものですが、私の理解では、国連は対話派を求めております。北朝鮮と国際社会の間の対話ということをほぼ推奨しておられます。最近、アメリカの国務長官、ティラソン国務長官が対話の可能性について前提を条件をつけないというシグナルを送りました。これは日本並びに米国のこれまでの政権の立場とは違うものだと思いますけれども、ということでご意見をお伺いしたいと思います。対話というのは目的がなければならない、そこが重要なんです。で、我々にとっての目的は非核化であります。朝鮮半島の非核化を達成するということ、それを平和に行うということです。それがやはり必要な有益な対話だと規定したいと思います。で、時には完全にその人の思考を翻訳したものにならないような発言に関してコメントをするのは差し控えたいと思います。いずれにせよ目的を持たなければならない。で、目的はやはり平和に朝鮮半島を非核化することだということを繰り返します。それだけです。 Next question please。Thank you very much, Mr. Secretary General. I'm Shou. 事務総長ありがとうございます。NHK のショウと申します。強いメッセージをピョンヤンに届けたとおっしゃられましたけれども、もう少し詳しく教えていただけますか。この強いメッセージ、どういうものだったんでしょうか。ワシントンが先制攻撃をピョンヤンに対して仕掛けることがあったら、現在の状況でこれは国際法違反とお考えになられますか。起きてないことについてはコメントしません。と言いますのは、コメントをすることによって起きてしまうということが怖いからです。メッセージは明確でした。私たちはこの目的を達成しなければいけない、何度もこの目的については触れました。平和にやらなければいけないということです。そして緊急性があるのです。無遊病のように紛争に入ってはならないということです。明確です。我々の目的というのはこの紛争を避けること。まだ起きてないことについてコメントをするつもりもありませんし、そんなことが起きてほしくないと思っております。そのような紛争なしにこの問題は解決できると願っているからです。Yes, the person there, please. 毎日新聞の澤田と申します。 My name is Sawada from 毎日新聞。北朝鮮のことについてちょっと一つお聞きしたいと思います。 I have also a question on North Korea. 国連の事務局がですね、United Nations Secretariat、北朝鮮との対話を定例化するというようなことを合意したことは非常に喜ばしいことだと思いますけれども、実際に国連がですね、こういった国際政治にハードな国際政治においてできることというのはかなり限られているように思いますが、事務総長としてはですね、これからどのようなことが具体的にできるとお考えになっていらっしゃるのか、あるいはどういうことをしていきたいとお考えていらっしゃるのかを教えていただけないでしょうか。Through the United Nations activities. I think United Nations is doing what United Nations should. 国連は国連がやるべきことをやっていると思います。国連というのはいくつもの異なることからなって成り立っております。安保理は正しい選択肢をしておりますし、全会一致で今回も決議が採択されました。事務局としてはやはり安保理が決めたことは実施に移す、そしてあらゆる道筋を模索して必要なことをやっていく、これらの決定を実行していくために
国際法を遵守しつつ、同時に平和にこれを進めるということです。我々奇跡を生むような組織ではありません。我々も人間です。そしてある大義のために先進努力をしている。これは平和と安全保障、国際法にのっとって確立するということです。さあ、その次の質問、 Next question please。北朝鮮、あ、はい、じゃあお願いします。 Yes。朝日新聞の神田と言います。事務総長はご自身が北朝鮮を訪問し、そしてキム・ジョンウン総書記と会談をなさるようなおつもりはあるでしょうか。ミーティングは、北会談が合理的なのは目的があって初めてです。私としてはどこにも行く用意があります。どんな時でも有用だと思ったら行きます。でもただ単にカメラに現れるために、テレビに出るために行くということはしません。我々は全ての当事者によって受け入れ可能なことをやりました。これが一番いいと思ってやったわけです。いつでも私たちは利用可能でありますけれども、仲介しかできません。私たちにできることは両方が私たちの仲介を受け入れるときに仲介役を果たすことしかできないのです。ちょっと北朝鮮の質問ばっかりが続いてますけど、 Now, we're just concentrating in North Korea for questionSo, any question in the other areas, other sectors, please? Alexander Lin from Russian newspaper. Alexander Lin と申します。このロシア派のメディアのものですけれども、私に伺いたいのは、安倍総理と国連に絡んでどういうトピックを議論されたんでしょうか。いくつかのやはり国連改革についての次元について話し合いました。日本は強くコミットされております、安保理の改革について。でもちろん私としましても、国連の改革を完成させるためにはやはり安保理の改革は欠かせないと思っております。ただ世界の情勢を反映している、これは第二次世界大戦直後の情勢ということで、もう世界は大きく変わっております。ですから成功裏に全ての加盟国の間で対話をすれば、あるいは2人ファシリテーターが任命されております。彼らの任務というのはこの対話を行うということです。成果を求めて、他方我々は重要な改革をさらに行って、より費用対効果を持ち、そして責任、説明責任も持ち、効果的な形でさまざまな課題に取り組んでいかなければなりません。でさまざまなコーディネーターも任命しております。また日本政府のご支援もお願いしております。で国連のさまざまなその改革ですけれども、総理とのお話の中でもカバーさせていただきました。はい、じゃあお願いします。 Yes, next question in the back。 Hi, I'm Terry Jimbo with the Video News. テリージムと申します。 Connection with theUnited States acknowledgement of Jerusalem, アメリカがエルサレムをイスラエルの首都と認定をいたしました。このトピックは安倍総理とのミーティングで出ましたでしょうか。何か具体的なリクエストを出されましたでしょうか。日本が同じようなことはしないでほしいとか、そのようなリクエストはされましたでしょうか。実際話がされましたけれども、リクエストはしませんでした。特に何もリクエストはしていません。我々のポジションは明確です。エルサレムのステータスというのは最終的な地位、これをこれから議論しなければいけない。それは当事者の合意のもとで決まるということです。一方的な判断、決断によってリスクにさらされることがある。和平プロセスがリスクにさらされるのは望まれないことだというのが我々が表明した明確なポジションです。また同時に準備が整っています。全面的にイスラエルとパレスチナ両方ともエンゲージメントをして、この悲劇的な紛争ですけれども、何十年も続いているものを終わらせたいと思っております。国際社会の不安定にもつながっているからです。Yes, the person over there. Asahi Shimbun の北郷と申します。My name is Hokugo from Asahi Shimbun newspaper. Now, you mentioned during your speech at Sophia University the distrust and mistrust over United Nations
the various organizations. Unfortunately, that exists. So the fact that, the Security Council resolutions are not fully implemented may be due to such mistrust. And Japanese people used to have very favorable assessment of the United Nations, which may be changing somewhat these days. So how are you going to further revamp the trust and confidence over the United Nations? 実際に私は不信感ということをもうちょっと一般論的にお話を申し上げました。世論とかあるいはこの国際的な機関、国連も含めて、それから政治的なエスタブリッシュメントに対するやはり不信感ということで、もっと広い意味でのさまざまな形で不信感が広がっているというお話をいたしました。国連安保理がタイムリーな決断を下すことができない、非常にドラマチックないろいろな紛争、これはやはりその国連に対する不信感ということもあるかもしれませんし、あるいは加盟国もきちっと責任を果たさなければならない。事務総長として私は国連の機関、そして事務局もあらゆる努力を行って、そして人々の期待に応えていくということ、何を望んでいるかそれに応えていかなければなりません。人々のニーズ、人々の希求すること、すなわち官僚たちのニーズではなく人々のニーズに応えることが必要です。どうですか、はい、あ、じゃあそちらの Next question, please.日経新聞の利根田氏と言います。 My name is Toneda Shi from Nikkei 新聞。国連事務総長になって就任して1年になりますが、 It will be one year since you have assumed the position of Secretary General of the UN. What have you achieved in one year and what are some of the challenges that you have to accomplish in the remaining term? It's a difficult answer. 難しい質問ですね。答えるのが難しいです。I think that, we have been strongly committed, 私ども強いコミットメントを持ってやってまいりました。紛争の予防と紛争の解決に対してです。まあ、結果は限定的であったと認めざるを得ないでしょう。私たちは強く関与しています。気候変動のアジェンダが前進をするようにコミットをしています。大変重要なことだと思います。アメリカが撤退をすると決めた後でもですね、私たちは国際社会を一つにまとめて進めていかなければいけない。アメリカにおいても市や州や企業などはコミットメントを続けているわけです。パリ協定に気候変動についてコミットを持っているわけですから、強い国際社会のコミットメントがアジェンダ2030にも向けられております。持続可能な開発目標です。これも私としては非常に前向きな動きだと思っていますけれども、ただ紛争予防、そして迅速に解決をするというその能力という意味ではちょっと苛立ちを覚えております。これからの What about going forwardWhat may be the challenges that you still need to overcome in the remainder of your term, please? Well, it's very important to reform the UN. やはり国連の改革は重要であります。より効果的になければならない。そして人々のニーズにより対応できるようにしなければならない。そして紛争の当事者を動員する必要があります。すなわち彼らに理解させるということです。今日の戦争というのは誰もがやはり負け組になるような責任戦争であります。やはり紛争、それからその戦争だからこそ人々がまとまる、で紛争を終わらせなければならない。大変ですけれども、これは絶対やらなければならない。そして同時に我々がやるべきことは、能力を持って国家をまとめる、そして民間や NGO などをまとめてグローバル化をより公平公正なものにしていかなければならないということです。もう皆様よく分かってらっしゃるかと思いますけれども、技術の進歩、グローバル化によってもう目を見張るような成果が生まれている、富も生まれている、貿易も広がっている、国民の多くが福利厚生の恩恵を受けているということがあります。絶対的な貧困も減っている。ただ多くの人が取り残されております。苛立ちがある、焦燥感がある。だからこそ我々としてはそういった焦燥感が不信感につながるのではないかと思っています。やはりフェアなグローバル化ということ、そして気候変動の戦いを最終的に勝利に導くためにも、共通の平和派の利益の方が重要である。利害が異なっていて紛争に導かれてしまうよりも、この3つの戦いがやはり重要だ、重大だと考えております。これからは。はい、それではどうぞ。Thank you. Next question, please.
Isabel Reynolds from Bloomberg. I'm sorry, ブルームバーグのイザベルと申します。北朝鮮にまた戻りたいんですけれども、どういうことを期待されていますか？明日の国連の会議でどんなことが期待されますか？この会議がまた開かれることが非常に重要だと思います。これは結束の表明です。国際社会の朝鮮半島の非核化に向けての結束です。十分な手立てを使って外交的な関与を強めていくために必要です。 Person in the far back, please。中国新聞の野崎と申します。 My name is Nozaki from 中国新聞 newspaper。 国連で採択された核兵器禁止条約について伺います。 I would like to ask the question on the treaty to ban the nuclear weapons, which was adopted by the United Nations. In order to create a nuclear-free the world, I believe, as a Secretary General, you mentioned that this is an important step forward. But what would you think that Japan is not really agreeing to this treaty, although Japan is the only country who is a victim to the nuclear bombing during war. And do you also plan to visit Hiroshima and Nagasaki in the future, those who were the victims of the bombing, and when would you like to visit, please? 日本は主権国でありますので、私の方から日本が署名すべきかどうかいう立場にはないと思っております。ただ日本が重要な貢献をされているということ、軍縮についてもそしてそれは核兵器の軍縮についても重要な貢献をされています。で、広島や長崎の被爆者の方々、やはり道義的な権威を持っていらっしゃるのではないでしょうか。やはり核兵器なき世界を作っていくという共通目標のために、これは私にとっても重要であります。私も広島長崎に行ってます。すでに行ってます。カメラなども引き連れませんでしたし、あまり宣伝もされなかったと思いますけれども、ただ被害に遭われた方々に敬意を示すということ、あのような悲劇が起こったところに行って敬意を表したいということ、で、日本に事務総長で来たときにまた再び行かなければならないと考えています。先ほどの方、後ろの方ですね。 Next person, please. Yes. Hi.I'm Toshi Ogata with the Asahi Shimbun. I have two questions I'd like to go back to North Korea again. The first question is about, so to what extent are you concerned about United States could end up with taking military options? 軍事オプションを取る可能性としてどれぐらい心配していらっしゃいますか？どういう評価をされていらっしゃいますか？どれぐらいの可能性だと思いますか？これが最終的に軍事的な対立になる可能性はどれぐらいあるとお考えですか？2つ目、Secretary Tillerson's ティラソン長官が昨日のコメントをされました。直接北朝鮮と前提条件なしに話す可能性について触れましたけれども、このコメントを受けて北朝鮮はどれぐらい意欲を持って直接対話をアメリカと持とうと思っていると思いますか？最近国連と北朝鮮のやり取りがあったわけですけれども、それに基づいてどういうふうにお考えでしょうか？私が確信しておりますのは、意味のある関与というのが必要だと思っています。当事者の間の意味のあるエンゲージメントが必要、その時には目的が必要です。つまり朝鮮半島の非核化という目的に向かわなければいけません。これが私たちの努力の目的であり、そっちの方向にこれから物事が進むことを願っています。確信しておりますのは、軍事的な解決策は劇的なマイナスの影響をもたらすでしょう。私たちとしては目標を達成をしなければいけない、つまり朝鮮半島の非核化ですけれども、それは外交努力を通じて達成なければいけないということです。はい、じゃあそちらのこと。 Yes, the person over there. 日本経済新聞の加賀谷と申します。 My name is 加賀谷 from Nikkei newspaper. A clarification, please. You said that if necessary, as Secretary General, you may visit Pyongyang if that is necessary. Now, for Mr. Feldman, the Undersecretary has visited Pyongyang, so through the Undersecretary, has there been any request from North Korea for the Secretary General to visit Pyongyang, or was there no request?
such request at all. There was an invitation for, 招待は、and the Secretary Feldman to visit フェルトマン事務次官に対して招待がありました。そして我々が状況を評価して、この招待を受けるべきだという決定をいたしました。で、条件としてはもうご承知のように、そしてその目的はもうすでに申し上げました。最後一問だけじゃあ、One last question. 真ん中の方ですね。Yes, the person in the middle. This is the last question.NHK の出川と申します。出川 from NHK. シリアの内戦終結、シリアの和平について伺いたいと思います。 Peace in Syria is my question. IS イスラミックステートがシリアからほとんど駆逐されたんですけど、シリアの和平プロセスあまり進んでいません。In Syria is not making progress. The Mistra, the special envoy, is working very hard, but Assad and anti-government forces, direct talks between them have not materialized so far. How do you take this forward? That's my first question. And related question, Russia, Turkey, Iran, these three countries are working on an Astana process, which is being conducted at, is it going to be useful in a UN process in Geneva? Is this going to be useful? How do you think it should get involved? These are my two questions.まず、アスタナというのは非常に重要な前向きの役割を果たしています。紛争のディエスカレーションです。ディエスカレーションゾーンを作って、戦いおよび犠牲者の数を減らしましたから、プラスの貢献をシリアでやっています。確かに、まだ今のところ、政府とそれから反政府勢力の対話は実現していません。どうやってこの状況に直面をするか、私からのお答えですけれども、この答えというのは非常に有名なブラジルの政治家が言った言葉です。大統領になったけれども、その昨日その職に就く前に亡くなった方です。政治家にとって重要な特性は何か、10挙げてくれてと。10は分からない。7つだったら知ってると。忍耐強さ、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 忍耐強さだそうです。つまり政府とそれから反政府勢力を話につかせるということで、我々も同じ対応します。つまりギブアップしないで、その目的が達成されるまで忍耐強く頑張ります。短い時間だったですけれども、 Thank you very much. It was a very short period of time. 大変貴重な We were able to thank the Secretary General for sharing with us a valuable time. And there were many questions to which Secretary General has been very kind in giving the answers to all of them.In appreciation from Japan National Press Club, we would like to present this. I heard is a fountain pen to present him with a token of appreciation. And this is the eighth time, but I hope that he will come back the ninth time, the tenth time, and even more.And I hope to have once again and again and again fruitful discussion. So may I present?The gift.